指示棒を使って、授業を行う教師指指棒は、何らかの一点を指すことに用いられる棒のこと。教師、講師などが、生徒、聴衆を前にして、図表、黒板といったものの一点を指し示して、見る側に注意を促すために使用することが多い。指示棒とも言う。特に棒の定義は決まっておらず、手頃な場所にある棒、またはそれに類するものであれば、 どんなものでも差し棒になり得るが、常識的な範疇では、以下の要件を備えた棒である。片手で素早く目的の図表を指し示すことが、可能計量である必要にして、十分な、長さがある、動かしても、自長や完性によって、折れたりしない見やすい、細すぎない背景と紛らわしい色をしていない長時間、持っていても滑らない特に見えやすさが最も重要で、 この用途に向くよう、先端部がオレンジ色や赤といった注意を喚起する色に塗られた刺し棒も市販されている。なお1990年代以降はこれら刺し棒に変わって携帯に便利で指示範囲が非常に広いレーザーポインターを用いることが多くなってきている。また、PC の画面をスクリーンで映している場合はマウスカーソルを刺し棒として使う場合もある。 ありがとうございます。